2023年9月8日から10月7日までの九紫火星さんの運気についてお話しします。九紫火星さんは今月はとても好調な時になります。追い風が吹くというかね、後ろから、自分をね前に進めてくれるような風が吹くぐらい、スムーズに物事が進んでいきそうです。この順調な時にとても大事なことは、自分への信頼、そして人から信頼していただくというような信頼ということを、自分の中でね意識していただきたいと思うんですね。その信頼がさらに追い風につながっていきますので、信頼を失うっていうのはとても怖いことですので気をつけていただきたいと思います。仕事運ですけれども、今までの仕事の範囲よりちょっと範囲が広がるというかね、例えばお客さんの範囲が広がるとかいうこともあるでしょうし、自分のやってることについての広がりっていうものもあるかと思います。できるだけ積極的な行動に出ていただくことをお勧めしたいと思います。金星運なんですけれども、先ほども言った、信用とか信頼っていうのがとても重要な時になりますので、信頼できる方に、例えば、聞いた話を勧めるとかそういったことはいいと思うんですけれども、詐欺的なこととかにもね、引っかからないようにということで、信頼できる方か信用できる方かっていうことをねしっかり見極めて、お金を使うようにしていただきたいなと思います。そして自分自身のケアレスミスで自分の信用を失うっていうことがないように気をつけていただきたいと思います。そして健康運なんですけれども、ついついね自分のことは大丈夫だろうっていうふうに、安易に考えがちなんですけれども、今月はねできたらちょっと気になるところとかは検査をしておくことをお勧めします。過信するっていうのがとても良くないことなので、疑ってみるということですね。疑ってちゃんと調べて安心をするっていうふうにしていただければと思います。